はい、ストックインアメリカです。今日作るのはクリスマスツリーピザパン。それでは作っていきましょう。質問や感想はコメント欄でお待ちしています。はじめに計量カップに卵1個を割り入れ、牛乳を 150ml の印まで注ぎます。パン生地をスタンドミキサーでこねていきます。ミキサーボウルの中に強力粉 250g、 砂糖 20g、 ドライイースト 3g、 塩 5g、 卵と牛乳のミクスチャーを入れ、2のスピードで約15分こねます。途中で生地の表面がスムーズになってきたら、バター 30g を入れます。こね上がった生地を丸めてボウルに戻し、濡れた手でボウルの側面を濡らし、ラップをして温かいところに置いておきます。倍の大きさになるまで約1時間発酵させたら、指に粉をつけ、生地に指を刺して穴が塞がらなければ発酵終了。分量外の強力粉を台の上に打ち、生地を取り出し、押してガスを抜き丸め直したら、ラップをかけ15分休ませます。休ませた生地を 33×43cm の長方形に伸ばします。伸ばした生地半分にピザソース 80ml を塗ります。ピザソースの上にお好みのチーズ 45g、 私はパルメザンチーズを使いました。ペパロニ適用を敷き詰め、生地を上にかぶせましょう。ピザカッターで12等分します。18センチの串に木の形に折った生地を刺します。パーチメントペーパーを敷いた天板に生地を乗せ、ラップをかけ、倍の大きさになるまで発酵させます。生地が大きく膨らんだら、190度に予熱したオーブンで13分焼きましょう。ガーリックバターを作ります。小さい器に無塩バター 30g、 ガーリックパウダー小さじ1、
ドライパセリ小さじ2分の1、塩コショウ少々入れ、電子レンジでバターを溶かします。焼き上がったパンにガーリックバターを塗り、パルメザンチーズ約大さじ1杯を散らします。最後に星形に抜いたブロックチーズを先端に刺したら出来上がり。2日目でもパンがふわふわでとっても美味しかったです。今日も見ていただきありがとうございます。作ってみたいなって思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。